海の始まり、第5話ネタバレと感想をまとめ、第4話が7月22日月放送されました。海となるべく一緒にいることを決めた夏。しかし弥生は何やら焦っていて、夏は決断を急がせないよう弥生に求めた。そして一体なぜ彼女が焦っているのかわからず、夏は尋ねる。弥生は夏に父親になってほしいし、自分も早く母になりたいからと答える。でも、それをなぜ急ぐのか尋ねても、弥生は答えられない。弥生がしたかった話は、海との関係のことだったという。しかし、帰り際、夏は、本当に話したいことを話すことができるようになったら話してほしいと弥生に伝える。過去パート、喫茶店にて、弥生は、当時の恋人、浅井春馬、稲葉友に、妊娠初期のエコー写真を見せ、今、3ヶ月らしい、と、微笑みながら伝える。浅井は、いつするの？手術っていうか、早い方がいいんでしょう。パトはお金も準備しないと、もちろん出すから、全額出すから、と言う。浅井は、ちゃんと責任取らせてよ。良い選択だと思うよ。普通に仕事続けてキャリア築いてさ、お互いの良いタイミングで普通の順序で、ちゃんとした家庭築こうよ、と、中絶手術が前提で話を進める。弥生は、複雑な表情ながら、ありがとう、という、相談に乗ってくれてありがとう、と表面上、感謝する。弥生は、母に電話で妊娠したことを告げて、相談する。彼氏があまり産んでほしくないと伝えると、じゃあ、おろしな、と言われた。弥生が、一人で育てるって、と切り出すと、母は、私は、育てるの、無理だから、お金ちゃんと出させなさいね、と言って。弥生は、浅井のサインが入った中絶同意書に、部屋で一人、自分の名前もサインした。そしてクリニックで手術をした。帰り、LINE で、終わった。に、終わった、戦前、大丈夫だった、と返した。弥生は、風呂の浴槽を掃除しているとき、ガタッとつまずいて背中を折った。どっさにお腹を押さえた。弥生は声を出して泣いた。シャワーで洗剤を流そうとする。弥生はお腹にシャワーをかけて、今度は顔に当てて泣いた。伊月は夏に同意書のサインをもらった後、実家に戻って両親に中絶することを伝える。水木はやっと子供を授かった母、茜、大竹しのぶをかわいそうと蔑んだ。その後、翔平、李十号が水木に寄り添う。親不孝かどうかは、親が決めるものだと言うが、水木は、自覚あるくらい親不孝だと言う。翔平は、産みたいの、と尋ねる。水木は、相手に似るんだったら産みたいと本音を漏らす。でも、夏に、迷惑かけたくない、責任を負わせたくない、と言う。翔平は、茜がたくさん書いていた奉公手帳を水木に渡す。その後、水木は、考古手帳をもらってきたことを、父、翔平に見せる。茜が帰宅、水木は、茜に、やっぱ産むことにした、と話す。茜は、わかってない、と詰めるが、もう、水木の気持ちは揺るがなかった。夏にも、電話で別れを告げて、夏くんより好きで、ずっと一緒にいたい人ができた。と話をした。その相手は、夏に内緒にしつつ、考古手帳の表紙に、ブミ、と書いた。茜はキルト教室で習ったことを教える、と水木に言う。そして、かわいそうと言うのやめなさい。お母さん、幸せなの。水木を産んで、生意気に育って、わがまま言われて幸せなの、と告げる。弥生は、
夏からのラインで海が会いたがっていることを知る。喫茶店にて弥生が過去を告白する。今日はカフェイン入りのブレンドコーヒーだ。弥生、殺したことある。産んでたら海ちゃんくらいの子。弥生は罪悪感があって、子供の母になっていい親になれれば楽になれるから、自分のために母になりたかったと明かす。ずるかったと反省する弥生。夏は気にしないし、悪いことでないし、ブミの母になりたいと言ってくれたことは嬉しかったと話すが、弥生、許しが欲しいわけじゃない。ただ自分が無理で、自分で自分がどうしたって許せない。弥生はブミにも水木にも申し訳ないと思っていた。タグモ家にて夏は水木と一緒にいた。弥生が一緒でないことがブミは疑問だった。ブミは電話してみればというが、夏はもう少し待ちたいという。夏は水木に LINE でパスタ、ブミちゃんと一緒にいるから来れたら来てほしいと伝える。返信しない弥生。ブミが弥生に電話をかけた。ブミは夏を嫌いなのか、私のことを嫌いになったのか尋ねる。弥生は夏のことを好きと伝え、私が夏の悪口言っちゃったの、ブミちゃん何も悪くないと答える。翌日、夏は写真屋に行き、現像された写真を受け取る。公園で待っていると弥生がやってきた。ブミはすぐ子供たちと仲良くなって遊んでいる。水木の性格に似たようだ。現地で話す夏と弥生。弥生は水木が自分で決めるタイプだが、私は相談したいタイプという。しかし過去の大切な人々は自分の考えを優先してばかりだった。ここ数日、夏は連絡をよこさないし、しつこくない。意思がなくて他人に委ねすぎで迷いすぎだ。だが一緒に迷えるのは助かる。寂しくないと弥生。その後、夏たちはブミを家に送り届ける。夏と弥生は水木の家に手を合わせた。夏は8月に1週間の休暇を取れることになったので、ブミ、泉や星名とどこか出かけられたらと思っていると茜に伝える。茜は海ではなく弥生と温泉などに行った方が良いのではないかと返す。しかし夏は弥生から海ちゃんとの時間にと言われたという。だから今も先に帰ったのかと気づく茜は、優しいねという。回想、病院にて海は絵本を水木に読んでもらっている。海は死んじゃってかわいそうという。伊月は、生きてた時は幸せだったかもしれないよ。幸せは自分で決めるの。という。プミが、ママは、と聞く。すっごく幸せ。と、笑顔で海を抱きしめる水木だった。プミの始まり、4話の感想&考察弥生が、腹部にシャワーを当てた意味とは、いろいろと解釈を試みてきましたが、私の解釈はシンプルです。弥生が腹部にシャワーを当てた理由は、洗剤の泡を洗い流そうとしたから。私は個人的には祝福や水に流す意味はなかったと思いたい派ですね。ただ悲しみだけが伝わってくる場面なので、腹部にシャワーを当てたのは泡を落とすためですが、そこでお腹に赤ちゃんがいないことを痛感するという展開にもなっていきます。ただそれだけですけど、それだけなのに、秀逸なシナリオです。第5話は、2024年7月29日、月、21時放送予定。そこで、今回は、ブミの始まり、第5話のネタバレ、あらすじ、内容、についてまとめてみました。第4話の一部で、洋室のベッドの上で絵本を読む水木と海の姿がありました。このシーンから、水木は突然亡くなったのではなく、
何かの病気で近いうちに死ぬことが分かっていたことを示唆しているように思います。手本を通して、死、ボーミに伝えていたのかもしれません。アツは、8月の夏休みの1週間を、南雲家で一緒に過ごさないかと、アカネ、大竹忍に提案されます。海と二人の生活が想像できない夏にとって、まだ知らない海の部分を知るチャンスに、夏が家に来ると知り、ブミは、ずっと住んでいいよ。象喜び。話の中でまだ、夏が、自分の両親に、ブミの存在を伝えていないことを茜は知り、早く話しなさいよ、とせかします。言い訳を続ける夏と、夏に説教する茜の姿を見て、ママみたい、と、ブミは嬉しそうに笑います。自分の家に戻った夏は、夏休みは、南雲家で過ごすことを弥生に伝えます。そこで、夏は7歳の女の子は、自分で髪を縛ることができるのか、と弥生に聞きます。練習する、と、弥生は、自分の髪を解き、夏が、三つ編みの練習を始めます。そこで、弥生は、自分の母親に髪の毛を結んでもらった記憶を話し始め、夏を両親に会わせていないことを謝ります。自分の家族が嫌い、と弥生は伝え、